とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきた、新しい極クエスト、行きましょう。怨念クエストで、変身禁止縛り、だね。極、大蛇の腹は憎しみに染まる、です。まあ、スカイスネーカーが、いるんでしょう。いるんでしょう、どうせ。まあ、行きましょうね。かなり難しいので、要注意。装備品には本当に注意して行ってください。おいおいおい、ブルームーンがいるのかい？ヘビ、ごぜ。ここはね、誰からがいいかな？油断しないで。T ラインから行くか。あ、オッケーオッケー。T ラインは、HP が低め。あと、スカイスネーカーも。低めだと思うので、のずちか注意だな、ここは。のずちかは多分、おいおいおい、攻撃えぐいな。えぐいって言って、エグゾードソードってなんかえぐえぐ言ってね、ちょっとわけがわからない。おー、ちょっと待って、これね、とにかく一体まず倒さないとどうしよう。もう痺れるナンバー、普通はそんな強くないんだけどさ、ここでやられると強いね。あれ弾数が結構多いからさ。おいおい、やばいやばい、死ぬ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 、やば。ちょ、当たり判定があれおかしい。 TG ブラスター、やい、もうちょっとポーズ取りたい。やばすぎる。オッケー、よっしゃ、とりあえず T ラインだけ倒そう。まずはさ、 T ラインを倒しちゃえばちょっとやりやすくなるから。オッケー、ちょっと俺の仲間たち何してんの？あ、いるね、いるね。まあ、とにかく死なないようにみんなやって、俺が死んだ時にお願い。あ、やっぱ。こら、こら、こら。激しいって攻撃が。やばい、食べ物がもう一気になくなった。おい。おいて。やばい。もうちょっと慎重に行こう。しっかりと敵を引き離して、よっしゃ、うっそ、やばい、引き離したのはいいけども仲間がいなくて。ちょっとランド君、こっち生き返らせて。こらこら、行かなくていいから。あー、待って、メラどこ、メラどこ、行け出せるよ。ちょいちょい、マジで強いって。 TG ブラスターするな。飛んだところにそれが置いてあるなんて聞いてない。しゃ、ちょっとよ、避けよう、避けようというか移動。 OK、 もう TG ブラスターすんなって。もうもうきつい。よし、とにかく回復だ。 T ライン倒す、よっしゃ。一人でもね、いなくなればもう大丈夫。スカイスネーカーうっとい、もう先倒そう。倒せればさ、あ、あ、オッケー。あー、強ーい、強い、強すぎる。減らせ、スカイスネーカーチャンスやぞ。もう一人でいるから今のうちに倒せ。危ねえ、危ねえ。ああ、もうきつい。誰か来て、のずちか、ナイス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 。スカイスネーカーやろう。まずは逃げんな逃げんな、お前をやれば。よっしゃ、
とにかく1体ずつでいいから減らさないとね。おい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 、それがあるとちょっと近づけないよ。ブルームーン HP 低いでしょどうせね。あ、いや、そうでもないぞ。やばい、食べ物がなくなった。ブルームーンはね、あ、ブルーストリームがやばいやばい、ブルーストリームやばいでしょう。あ、でも通常攻撃がすごい避けやすいからブルームーン後回しでいいわ。ちょっと待って、バイパー強い。おいおい、そん中入るな、そん中俺入るとピヨるんだ。ちょい、ブルーストリーム来る、みんな気をつけろ。よし、ムチムチムッチーが攻撃力ダウンしてくるからね。ムチムチムッチーで、ボコレボコレボコボコや。よし、ポーズ、もうちょっと。2体になるとだいぶ楽だね。まあまあ強いじゃ強いんだけどね、2体でとんでもなく強いんだけど、でもマシだわ。4体いた時のあの動きにくさってなかったよ。よっしゃ、うん、もう2体だったら全然避けれる。これブルームーンからやったらいい。いやでも動きにくいんだな、ブルームーンのところって。いけ、ブルームーンやったるで。いけ、マインドトラベルすんな。やばい、この時にブルーストリーム来たらやばい。言ってる隙に来やがったね。よし、もうちょい。よし、じゃあブルームーン撃破、あとお前だけ。もう1体になってしまえばとは言いつつやられそうだぞ。王者のブロー、生き返らせてごめん、メラごめん、生き返らせてて。よし、極クエスト、これもう本当に強い。よし、終わりだ、きつかった。ヒーラーいないからだいぶ楽かなと思いきや、全然とんでもないわ。うん、アタッカー4体やばい。でもなんとかクリアしました。経験値とかはね、美味しいからね。うん、まあ何回かやれば慣れてくるとは思うけどね。経験値が7万で、神経験値ボール2個、ガシャコイン7個、美味しい、めちゃめちゃ美味しいよ。うん、で装備を、注意してほしいんだけども、クリティカル無効は絶対にした方がいい、持ってるなら。うん、持ってないならばまあできるだけ攻撃力がね高いやつ、防御力か高いやつを装備してください。うん、であと、無理せずマルチでクリアしていくこと、それをおすすめします。きついよ。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。